プワに完成した新たな地下鉄の開通式にオンラインで出席した際、習近平国家主席との会談を予定しており、スケジュールが許せば地下鉄を喜んでお見せしたいと述べました。こうした動きを受けてでしょうか、ロイター通信は2日、アメリカ政府高官などの情報として、中国がロシアに軍事支援を行った場合、新たな対中制裁を科す可能性について同盟国に打診していると伝えています。小泉さん、まずこの地下鉄の開通式での発言のそうなんですが、70キロに及ぶ環状線という地下鉄ができると、これ北京の地下鉄を抜いて世界最長だと誇らしげに語ったそうなんですが、そんなに立派なものになってるんでしょうかね、地下鉄というのは。私も4年ロシアに行けていなくて、いろんな理由で、なるほど、あれなんですけど、私がロシアに行けていた頃からすでにロシアはバンバン新しい地下鉄路線を作りまくっていたんですよね。 それから最後にこう、都心からどこの国もこう枝状に伸びていくわけですけど、その外側を結ぶ地上メトロっていうのも作って、遠くの郊外駅同士もつながって便利ですよとかですね、確かに最近すごくロシアは地下鉄が良くなっているのは間違いなくて、逆に言うとなかなかこうロシア政府が国民に対して生活良くなってるでしょ、便利になってるでしょっていうところも他にないので、ここのところを大きなアピールポイントに大統領選もあと1年ですから、してるのかなって気もするんですけども、そこでこうわざわざ習近平にお見せしたいって言ってるのが嬉しいんですよね。これはやっぱり間違いなく習近平の訪問はあるのだと、報道はあるんだと思いますし、その時に、おそらくこう軍事面であんまり突っ込んだ強力な話なんかはできないんでしょうから、こういうインフラであるとか、その資金であるとか技術であるとか、そんなような話なんかもするつもりなのかなというふうに、この発言を聞きました。なるほど。辻さんどうですか、今度はですね、対中制裁を科す可能性、これ同盟国にも打診していると、アメリカだけじゃなくて、このあたりはどうご覧になりますか。そうですね、これはもうあらかじめその牽制球を非常に強く投げてですね、アメリカだけではなくて、かなり包括的なその制裁を科す可能性があるんだぞということを、中国に対して示した。アメリカの中では実はその NATO のですね、条約の第5条というのに、どこか一つその国が攻撃されたら全体がそれに対してこう反撃するというのがあるんですけども、経済制裁もいわば NATO の第5条と同じように、経済制裁も一気にその同盟国が発動するような仕組みを作っていくべきではないかという議論が専門家の中にあるんですよ、ね、だからそういうのを受けて、単独で国が個別にアメリカがまず発動します、日本が追随する、イギリスが追随するんじゃなくて、もう一気にどんとその制裁を課すというアメリカの議論がこれ現実化する可能性を言ってるんだと思います、はい、それではさらに進めましょうか。アメリカが表明した戦車のウクライナ供与、1年以上先の可能性が出ています。ドイツに戦車の供与を決断させるためのポーズだったのでしょうか。はい、ウクライナに兵器を供与している、圧倒的にもちろん多いのはアメリカに間違いないんですが、そのアメリカ、戦闘機あるいは戦車についてはこれ本当に供与する気はあるんだろうかという話であります。若林さん。はい、ウクライナが求める F-16 戦闘機の供与について、アメリカのカール国防次官は先月28日、ウクライナにとっての優先は防空システム、火砲、戦闘車両で、戦闘機は最優先ではないとの認識を示しました。そして新たに生産して供与する場合は3年から6年、既存の機体でも実戦配備までは少なくとも1年半かかると話し、1年半後に届くものに20億から30億ドル費やすことが合理的なのかとも発言しています。またアメリカが1月に供与を表明した戦車 M1 エイブラムスについて、アメリカの陸軍長官は数週間や2ヶ月という問題ではない、2年以内や1年半以内なら選択肢もあると述べました。エイブラムスの供与をめぐり、サリバン大統領補佐官は先月26日、バイデン大統領が当初ウクライナに供与しないと決めていたと明かしました。サリバン氏はこの戦争で役立つのはエイブラムスではなく、ドイツの戦車レオパルト2だろうとしています。ただドイツからアメリカがエイブラムスの供与に同意しない限り、我々も戦車を送る用意はないと伝えられ、バイデン大統領は一転供与を決めたということです。はい、これも小泉さんに伺おうと思うんですが、これを見てるとですね、小泉さん、もともと供与しないともう決めていたと、エイブラムス、これはウクライナの戦場に合うのかどうかという議論もありました、確かに。ただしないと決めていた、ただドイツがですね、アメリカがまず決めない限り我々は送らないぞと言ったんで、いや、じゃあこれはレオパルトが必要だから、じゃあ供与しようというふうに言ったと。それでドイツも動いたわけですが、ただこの2年や1年半以内ならということは考えてみるとですね、これはとりあえず言ってみるけど、言ったけど供与というのは現実的じゃないなとアメリカは思っているのかどうなのか、これどうご覧になりますか。技術的に言ったら遅れますよね。アメリカ何千両も戦車持ってるわけなんで、それを船に乗っけて送ってやるだけですから、できるんですけども、やはりアメリカのバイデン政権としてはこの自国製の戦車を送るということが、どうもこうロシアに対して非常に大きなエスカレーションになるんだっていう認識を相当最初の頃から持ってるようなんですよね、で、だからせっかく目の前にドイツという欧州最大の戦車大国があるんだから、そこから送りゃいいじゃないかってことだったんでしょうけども、ただそれがなかなかドイツとしてはうちが一番は嫌だと、でイギリスは少し出すよって言ったんだけど、それでも不安で、やっぱりまずアメリカは戦闘を切ってくれなきゃ不安なんだということを言ったので、じゃあ送るかという話になったっていうことは、それはその1月25日 の戦車供与決定の時点からもうアメリカのメディアなんか盛んに詳しいことを報じていたんですよね。だからこれ自体は驚きではないんですけども、その後にそのアメリカ側から、いや実はそのアメリカの M1 戦車の M1A2 というタイプを出すって言ってるんですけども、これにこう劣化ウラン装甲という、劣化ウランが装甲版として入ってるんで、これを取り出さなきゃいけないんだとか、それからこの戦車の供与に関しては、ドローダウンといってアメリカ軍が持ってるものをそのまま渡す方式ではなくて、USAI というこのウクライナの武器を買うための資金を援助して、それで武器を買わせるという枠組みでやるので、それで時間がかかるんだと、新規製造しなきゃいけないんだと、いろんな理由をつけるんですけど、他にできる方法があるのに、じゃあなんで USAI なんですかとか、だからそのエイブラムスにしても劣化ウランが入ってないバージョンもあるので、なんで出さないんですかっていうと、やっぱりアメリカも自分たちが先に大量のアメリカ製戦車を送ってロシアに睨まれるってことがしたくないんだろうなという本音がすごく透けて見えますよね。で戦闘機もそうだと思います。でただエイブラムスに関して言うと、そういう理由で、年内は無理なんだとか、2年後なんだとか、いろんなこと言ったんですけども、アメリカの国務省の
あの軍事政治局の人はですね、軍事政治局長はいや USAID やる、つまりこう資金援助して一から作って送るって方針はまだその規定路線じゃないんですという言い方をしていて、実際にもう米軍の中にあるものを取って出しで送るっていう選択肢だってあるんですよということを、この前アメリカの軍事専門誌に対して言ってるんですよね。だから全体として見るとアメリカ その軍や政府の高官から出てくる発言っていうのは極めて消極的そうなんですけども、おそらくこれもアメリカの政府内でまだまだいろんな議論があるんじゃないのかなと思います。ただ正式決定からもう1ヶ月半近く経ってるんで、これ本当に今すぐ送ってやるんだって強い意思があれば、特にも第一陣がついてもおかしくないんじゃないかって気がしますね。そうですか、はい、それではここからはですね、今日テレビ生出演初めてという倉石さん、前ウクライナのもう中ウクライナ日本の大使でいらっしゃいました。さてその戦争が始まる戦争前夜の舞台裏、そしてウクライナ内部の、なかなか我々見えてこない部分を伺いたいというふうに思っております。まずはこの写真から入りたいと思います。この写真実はちょうど1年目の時、ちょうど小泉さんもいらっしゃる時にこれを用意しました。我々1年前の開戦当日の表情と今の表情が、こんなに違うんだということに、戦争というのはリーダーの顔を変えるんだと、まざまざと見せつけられた感じがいたしました。で倉石さん、まさにこちらのまだなんていう険しくない方の、ゼレンスキー大統領の頃にお付き合いがあった倉石さん、ずっと付き合ってこられて、どんなこのゼレンスキー大統領という人物で、プーチン大統領に対してはどんな思いをこう抱いてきて変化があったのか、このあたりはどうご覧になってますか？彼の写真、これは侵攻前とそれから今こう比較になってるんですけれど、彼の顔というのはもっと前の顔があるんですね。つまりその大統領選挙前、2019年の3月4月が大統領選挙あったんですけれど、その時の顔ってもっと穏やかなんですね。それと比べてもこの写真はまだ厳しい、いろんな顔がもちろんここにありますけれども、彼自身、私がいた時も少しずつ変わってきたなというのがございました。そうですか、ちょっとじゃあ写真を自撮りを一緒に撮ってらっしゃる写真がこれありますありますか、出ますか、自撮りの方は出ませんか、すみません、どうぞ続けてください、ごめんなさい。つまり彼自身出ましたけど、これ自撮りも撮られる、こういう表情してたということ。そうですね、いつもこうじゃないんですけど、これはたまたま2人で写真撮れよって言ったら、じゃあ脚光だからうまくいかないなんて言ってた、ちょっとそういう場面なんですけど、ごめんなさい、どうぞ。彼自身2019年の3月4月が選挙あって、それ以前から選挙キャンペーンやっていたんですけれど、その頃の彼っていうのは課題として2つ非常に大きなのがあって、1つは汚職対策をどうするかっていう、ウクライナの汚職をどう解決していくかっていうこと、もう一つはロシアとの地政学的な関係をいかに解決問題ないようにしていくか、要するにロシアと国内の汚職対策、この2つが最大の彼の課題だったんですね。ところが、ロシアとの関係については、いずれにしたって相手がいることですから、協議っていうか交渉しないといけないですね。で彼の一番最初の発想というのは、自分とプーチンで、差しで2人でですね、じっくり話し合えばなんとか答えが出てくるだろう、話わかるという、そういうおそらく発想だったと思うんですね。彼がいろんなところで選挙中の演説をしたり、いろんなこのインタビューに答えたりしているのを聞いていると、当時は私はそういうふうに彼を思ってるんだなと思いましたですね。ところがその彼自身がそういうふうに言って、いやこれから交渉しようという相手に侵略者だとか、あれ敵だとか、そういうこと言っちゃいけないと言って、彼自身は大統領にその就任した後も部内でそういうふうに支持してたわけですね、そういうふうに言っちゃいけない、それに対して特に外務省、ウクライナの外務省っていうのはかなり私の知ってる限りでは反発していたようです。それまでそういう方針じゃなかったですから、ただそれによって失礼、ロシアが特にプーチンがそれによって何か態度を変えたかっていうと、全くそれはなかったんですよ。でむしろそれよりも強く出てきたっていうのが、彼自身がその2019年の春から夏にかけて身に染みて感じたことですね。私分かると思ったけど、やっぱりこの間そうじゃないということを痛感したと、少しずつ痛感していたんですね。そうですか、それでこの写真をちょっと用意しました。なかなかあまり知られていないんですが、 G7 の大使の皆さん、これ国旗を掲げ並べさせていただきました。倉井さん、ここにいらっしゃいます。2019年の写真です。 G7 の大使のウクライナサポートグループというのがあると、これメルケル、ドイツメルケルさんの発案でできたということなんですが、これ私正直知りませんでした。こういうグループがあったんですね。そうなんですね。2015年に、ドイツが G7 の議長国であった時に、当時のメルケル、首相が、ウクライナの改革を支援するためにキーウに在住する G7 の大使のグループを作って、それぞれの大使が本国ともちろん協議をしながら調整をしながらウクライナの改革を助けていく、そういうグループを作ろうじゃないかと言って承認されて、そこから始まってるっていうですね。そうですか。じゃあこのグループがどういうことをするのか、これちょっと詳しく伺おうと思うんですが、ちょっと見ておきます。これ2014年にマイダン革命というのを、これ何度かお伝えしました。ウクライナで親ロ派の大統領がこれ失脚したんですね。これを起こったのか、これロシアのプーチン大統領クリミア併合に乗り出します。これがあって一気に西側はですね、動揺するというか、じゃあどうしようウクライナということになる。でこういうことが起きます。我々お伝えしてきたのは、これまで軍と情報機関、この辺りを例えば NATO の特殊部隊などがウクライナ軍を西側のこれ形にしようと訓練したり、あるいは情報機関をですね、 CIA やイギリスの情報機関などもウクライナの情報機関と連携をして、これ連携をしてウクライナの情報機関をこれも脱ロシア西側の使用にする、仲間にしようじゃないかと。そして社会制度もこれ変えたということ、軍と情報機関いろいろやってきたんですが、こういうふうにいろいろ改革した中で社会制度の部分を G7 の対中ウクライナサポートグループは受け負ったと。これも一つのある種の西側化する脱ロシア化と社会制度というふうに考えてよろしいですか。ちょっと私の理解と少し違うのはですね、ウクライナサポートグループというのは2014年に先ほどありましたようにマイダン革命が起こって、でマイダン革命っていうのは一体何であるかというと、ウクライナというのはそれまでずっと自分たちはその
東、つまりロシアの方に向かうべきなのか、それとも西、まあ、NATO とか EU の方に向かうべきなのかということで、国 その戦略的な方向性についてなかなか定まらなかったんですね。ところがその2014年のマイダン革命が起こったその意味というのは、ウクライナは国もその国民もですね、もう西の方に向かうんだという、そういうその戦略的な国の在り方についての戦略的な方向性を彼ら決めたというのがマイダン革命の最大の意味なんですね。それを受けて G7 は助けていきましょうということなので、 G7 とかあるいはまあアメリカとかあの NATO とかがあのウクライナに入っていてですね、西の方に乗って、そういうことじゃないんです。我々の説明の仕方、私の説明の仕方は、そういう順番としては、ウクライナ側が選択したことに対して、はい、それぞれが助けたという話なんです。そうですね。はい、じゃあ社会制度どう変えられたのか、ちょっと見ておきたいと思います。赤部さん。はい。G7 大使、ウクライナサポートグループの改革というのは大きく分けると、司法改革、汚職対策、経済支援に分かれています。まず司法改革では、裁判官の恣意的な任命を防止するため、制度改革や法整備を助言しました。そして汚職対策として、警察官の給与が先月から月2万円増えています。そして経済支援については、元駐ウクライナ大使の角さんによりますと、日本の経済支援は2015年当時から去年2月時点までで累計3400億円を超えているということです。そして本日お越しの倉井さん、こうおっしゃっています。司法改革はソ連時代からの残滓との非常に厳しい戦いが求められたと書籍の中で書かれています。はあ、これ司法改革はソ連時代からの残滓との非常に厳しい戦いがあったと、これどういうことでしょう。あの国の在り方として、まあ、当然の話ですけれども、はい、司法裁判制度はどうであるかとか、それから法執行機関がちゃんとその公正に仕事をするかっていうのも国の基本ですよね。はいはい、そこはソ連時代というのはあの、まあ、ソ連共産党の中央の指示に従って動くっていう、そういう形であったので、はい、あの 法律に従ってやるということでははっきり言ってなかったんですよね。放置、陣地から放置に変えていくというのは非常にあの実際問題として難しい話なんですけれども、うん、あのこのウクライナサポートグループ、大使サポートグループの活動というのは毎年その1月の初めに今年はこういうふうにやっていきましょうっていう、うん、プライオリティをこうしましょうっていうのは大体その話し合って決めるんですけれども、うん、今あのご紹介いただいたのは私がいた頃のあのまあ、プライオリティですね、はい、で司法改革が一番重要ということをやっていたんですが、はい、今今年については日本が議長国の今年については経済支援が一番最初に来てるみたいですね。ああのプライオリティです、まあ、それはあの戦争の被害ということがあるのであのやむを得ないと思うんですけれど、うん、あのこの司法改革それからあの汚職対策というのはもう当然今でも続けている話で、うん、もうこれをあのこれが成功するかどうかというのがウクライナが EU に入るのかどうか、うん、さらには NATO に入るのかどうかということの非常に大きな試金石になると思いますね。これはロシアの、まあ、ソ連時代からの考え方みたいなものを払拭して法による支配にするんだということと同時にロシアの息のかかった人たちがたくさんいたということでもあったんですか。ロシアの息のかかった人があの特にマイダン革命の頃っていうのはたくさんいたことは間違いない、ないですね。あの当時いらっしゃったところはもうそこはなかったんですか。いやそのことないです。あのロシアと関係の深い人っていうのはかなりおりました。であの今度、今年に入ってですね、あのゼレンスキー大統領がサンクションかけるということを言った人たちが何人かいますけれども、その中に例えばメドベチュクさんという人、はいはい、この人はあの実はウクライナの議会の中の野党のリーダーの一人なんですね。したがってそのウクライナの中で法的に正当な地位を占めているんですけれども、しかしこの人はプーチン大統領の代理人と言われていた人なんですね。ウクライナにいる代理人と、ですからプーチン大統領の意向に沿って動いているということがもうあの実は共に認める人だったんです。でその人たち、その人、それからその彼があの作っている政党の人たちというのは、実はこの政党はあの最近あの解散命令が出されました。したがって今度 その戦争を契機にいろんなことがこう変わっていって、私がいたところはまだいろいろその、まあ、彼らの言うその、まあ、脱ソ連といいますか、あるいは脱ロシアというのが非常に急速にあの進んだという思いがあります、ね、それ今もどうも続いていると。小泉さん、プーチン大統領はこの動き、こういう動きをおそらくじっと見てて苦々しく思ってたということになるわけですか。まあ、あの脱ロシア化という意味ではそうなんだと思うんですよね。はい、さっき今の倉井大使が指摘されたメドベチュークなんかは、まあ、あからさまにプーチンが可愛がっていたわけですし、最近フィナンシャルタイムズに出てきた記事なんか見ても、今回の戦争直前もやっぱりこうメドベチュークがプーチンの周りをうろちょろして、うん、あの直接侵攻しちゃいましょうというようなことを助言したとかですね、まあ、いろんなこと言われているので、ウクライナの中に相当そのロシアの工作員みたいな なんだけども、なんか公的立場を持っているみたいな人々がたくさんいましたから、まあ、そういう意味でのこのゼレンスキーの改革を苦々しく見たという部分はあると思うんですね。ただもう一個やっぱりこのウクライナがあのこういった改革を進めるっていうのは、そのロシアとの関係抜きにしてもやはりこう待ったなしであったというのが非常に重要だったと思うんですよ。で最近出てきたそのトランスパレンシーインターナショナルって汚職度を調べてる機関の国際ランキングで見ても、これだけ改革を進めてもウクライナの汚職度確かまだ110何位ぐらい、ちょっと上がっただけでしたね、ちょっと良くなったぐらいですよね。でウクライナがロシアが136位とかですから、まあやっぱりどちらも非常に腐敗が問題であるというところは間違いなかったと思いますし、でこれはそのウクライナ大使が本の中で書かれている通り、やっぱりこうソ連時代の悪しき伝統なんですよね。だから人々がそもそも例えばそのなんか問題があった時に裁判に訴え出たら公正に裁いてもらえるという信頼をそもそも寄せていないとか、司法関係に訴え出たら公正に処理してもらえるというふうに思っていないから、じゃあどうするかというと、じゃあコネで何とかしちゃおうとか、マフィアに頼んで何とかしちゃおうとか、これはもうロシアもウクライナもその他の旧ソ連の国々ももう共通の悪兵と言っていいと思うんですよね。だから本当にウクライナがマイダン革命で
もう西の方に我々が行くんだというふうに決めたんだとしても、うん、そこのところを改革しないことには日もさっちもいかなくて、最終的にやっぱりロシアにお願いっていうふうになっちゃうんでしょうし、でそうするとじゃ あのロシアはロシアの生きの勝ったこの人を首相にしてねとか、こういう経済利権をちゃんと保護してねとかっていう話に戻っていっちゃうわけですから、本当にそういう意味でもこう戦略的にウクライナ の命運を決めるような重要な改革だったんだと思いますし、うん、それはまだまだはっきり言って全く道半ばであるということは間違いないと思います。確かに倉井さん、今も倉井さんのら大使が出かけたことは道半ばで、今も例えば汚職があったらこの間も解任したりとか続いたりしました。またあの前のような汚職状態に戻ってるんじゃないかという指摘もありました。それで、まあ、田中さんなんかこの間おっしゃってたんですが、こういう例えば汚職も含めてですね、これを直さないとウクライナがどんどん EU に入りたいと言っても受け入れられないということになっちゃうわけですね。そういうことですね、うん、ですから掛け声でその西側になるんだとか、あるいは EU に加盟しますというのは簡単なんですけれども、うん、実際それをやるためには社会の制度をいろいろ変えていかないといけないわけですよね。そういう意味では2015年にメルケルのが首相をして、サポートグループを作ったというのは非常に良かったと思います。で、うん、我々現地でもうしょっちゅう集まってですね、うん、私も本当に自分の仕事の時間の大体4割から半分ぐらいはもうこれ費やしてた感じがありましたけれども、まあ、早朝から夜中にも電話がかかってくる時もありましたし、しょっちゅういろんな人と会って、はい、G7 大使の中だけでも相談をして、じゃあ次こういう人と会ってこういう相談をしましょうとか、でこの法律は今こういうふうになってるけれども、ここが良くないんじゃないか、こういうふうに直さないといけない、このためには誰と会ってどういう交渉しないといけない、そういう相談をして、でそれぞれの人と会っていくわけですね。で、まあ、はっきり言って法律をどうするかということを具体的な形で相談をして、それでやっていくと、こういうその地道な作業っていうのがなければ絶対改革はできないので、それは非常に良かったと思います、ね、今道半ばという言葉でましたが、倉井さんの目から見てですね、ゴールを10とするといくつぐらいまで来てるんですか？まだまだですか？半分ぐらいは来てるもんですね、うん、半分以上には私は来てると思いますけれども、でもそのウクライナ の改革の仕方っていうのは一つ特徴的なのはですね、既存の法律とか制度を改正するのではなくて、はい、新たな制度を作ったり新たなその法律を作ったりそういう形でやってきたんですね。したがってその新たな法律を作るという時に G7 とか、まあ、その他 NGO の方々もいらっしゃいますけども、そういう人たちが本当に手取り足取り入ってこう法律を作っていくと、そういう形でやっていったんですね。それは汚職対策、それから法執行機関対策、向こうの SBU っていう KGB の更新ですね、そういった組織、警察、軍改革、それはかなり進んできたと思います。はい、そしてもう一つですね、これぜひちょっと指摘しておきたいというか、倉井さんが注目されていることの一つと言ってもいいでしょう、ウクライナと台湾の接近、これをちょっと見ておきたいと思います。若林さん、はい、去年の10月ウクライナの国会議員キラ・ルディブ氏が台湾を訪問しました。その際にありえないと思うことにも準備が必要だ、台湾はウクライナのために戦う同志とみなしていると述べ、これに対して台湾の外交部長はウクライナの戦後復興のために5600万ドルの予算を計上したと発表しました。そしてこの訪問にはリトアニアの国会議員も同行していました。そのリトアニアというのはウクライナのインフラ再建プロジェクトを主導しています。今年の1月にリトアニアを訪問したオードリー・タン氏が台湾もこの再建プロジェクトに参加すると表明しました。リトアニアのウクライナ再建プロジェクトに積極的に関わる準備ができている、すでに人道的支援をしているがデジタル分野についても考えていると述べていました。うん、これ倉井さん、我々何回かやったんですけど、中国とウクライナ、まあ、かつていい関係、それなりの関係だったということをよくやりました。例えば空母なんかも含めてですね。ただ今は中国の台湾とやはり近くなっていると、この戦争がもたらしたことの一つと考えていいですか？もともと中国とウクライナの関係についてですね、はい、まあ、非常にいい関係というふうに言われることがあるんですけども、はい、私は個人的に現地でいろんな人と会って話をしていた経験から言うと、やはり違和感があるという感じがありますね。まあ、ウクライナから言いますと中国はやっぱり遠いですので、中国の例えば脅威みたいなものをかなり感じることはないんですよ、うんうん、ほとんどないんです。で、何といってももう最大の脅威はロシアですので、はいはい、もう 90何%ロシアが脅威なんですけれども、ただそのウクライナ、中国を見るときに全くその信頼しきって戦略的パートナーだということでやってるかというと、必ずしもそうではなくて、彼らがその中国に期待しているのは大きく2つあって、1つは経済的な利益、はい、特に貿易ですね。今ここ数年は国別ベースで言うと中国はウクライナにとっての最大の貿易相手国ですので、うん、あと投資もしてほしいというのが一つあります。でもう一つはこの政治的な観点で、中国は安全保障理事会の常任理事国じゃないですかと、うん、もうロシア、しかもロシアと非常にいい関係があるんだから、なんとかそのロシアを抑えてくれというその期待があるんですね、はいはい、それは実現しない、はい、少なくともこれまで実現していない期待なんですけれども、そういう期待がある。その政治と経済2つ期待があるんですが、他方でそれに対するその反対の見方として、例えば経済についてもウクライナもその今中国が行っているいろんな一帯一路とか、そういうその世界各国で行っているプロジェクトがどういうふうな結果を招いているかってよく彼ら調べてるんですよ。ですから例えばあまりうまくいかない例がたくさんあるとか、あるいはそのいわゆるその債務の罠みたいなのにですね、陥っている国があるっていうことも彼らよく調べてる、だからそこは非常に気をつけないといけないな、かつアメリカとの関係もあるしというのが一つあるのと、それからもう一つは政治的なことについても、必ずしもそのロシアとは確かにいい関係かもしれないけれども、しかしウクライナの味方になってくれそうにどうもないと、特に今回のウクライナに対するロシアの侵攻ということの後、ロシアがいろいろ中国が取ってきた行動を見ていると、はい、彼らはどうも中国が助けてくれないなという意識が、はいはい、かなり出てきたと思いますね、はい、そういう時に台湾がですね、
2月の24日にウクライナ侵攻があって、うん、もうまさにその数日後にあのロシアに対する制裁を彼ら発表しましたですね、うん、で特にあの TSMC の、 あの輸出禁止っていうのはものすごく、うん、あのロシアにとっては聞く話 で、うん、でかつあの経済援助もやってると、はい、いうことがあったので、ウクライナの中で今回初めて出てきたわけじゃないんですけれども、はい、あの元々あるその台湾ともっと仲良くしたいという人たちがかなりこの、 あのいろんなことを言うようになったと、特に議会の中で台湾と関係をもっと作ろうという動きが出てきたというのが今の状況だそうですね。杉さん、台湾、リトアニア、これを含めてどうご覧になりますか？まあ、リトアニアの方からいくと、まあ、リトアニアはご存じのように、まあ、バルト三国の一国で、うん、まあ、ロシアとはそのソ連崩壊の後、まあ、あの独立してですね、うん、非常にいわば厳しいこう対立関係というか、うん、まあ、対立という別にその戦火を交えたわけではないですけども反発する関係があったわけですよね。で一方であのリトアニアというのはヨーロッパの中で一番今台湾に多分入れ込んでいる国と言ってもよくて、うん、そのもう外交関係に近いところまで進みつつあるような、ね、ところがあるわけで、はい、まあ、ある意味リトアニアがそのウクライナと台湾の接着剤になろうとしている部分、うん、まあ、リトアニアももちろん GDPC でいうとこのウクライナに今回相当支援しているわけですから、うん、あのそこのこういわば共感する部分って大きいと思うんですけど、うん、まあ、それもあって台湾も、まあ、台湾からするとまたその、どんどん中国からですね外交関係を結んでいる国を引き剥がされてきたわけですよね、うん、今も15カ国ぐらいしか台湾が外交関係がある国がなくなっているわけですけども、うん、まあ、あわよくばそのウクライナと外交関係まで将来発展するかどうか分かりませんけれども、今ここでそのウクライナを支援することで、台湾も結果的にその自分たちとの、うん、関係の深い国を増やしていくと、うん、そういう、まあ、あのこれは別に悪い思惑ではないと思いますけども、そういうあの意識を台湾側も持っている、まあ、その3者の、それぞれの意識の組み合わせがこの動きになっているんだろうなと思いますね。そうですか、はい、一つちょっと見ておきたい言葉があります。これ3月1日冬は終わったとゼレンスキー大統領はまあ宣言したようなもの、これクラ外相は SNS にですね投稿して、2023年3月1日プーチンは再び大敗を喫したと、我々はこう冬の攻撃に打ち勝ったんだと、冬の恐怖に打ち勝ったというふうに言ってるわけですね。これ小泉さんどう捉えますか、この我々は冬を乗り切ったと、まあ、プーチン大統領はいろいろ国民をインフラ攻撃したりして小林に刺そうとしてんじゃないかとも言われた、さあ春が来て攻勢をかけるとも取れなくはない言葉です。どうご覧になりますか？まあ、あの攻勢のこともあるのかもしれませんけど、やっぱりこの冬の間のロシアのインフラ攻撃を乗り切ったぞという自信の方が強いんじゃないかと思いますね。あの大体2月にですね、はい、あのマスレニッツァっていうあの、まあ、その春のお祭りがあって、みんなでこんなブリ抜いてパンケーキ食べるんですけど、はい、でそれがあると大体こうそろそろ春だなって感じになって、で暦の上で3月1日ですから春になったと。でさっきちょっとあの CM 中に天気予報のアプリ見てみたら、はい、あの今キーウは6度ですね、プラス6度ですから、まあ、あの旧ソ連圏の人々の感覚から言うともう春だなって感じだと思うんですよ、うん、だからロシアがあれだけ何千発という巡航ミサイルを撃ったけども、まあ、結局我々の戦意がくじけなかったよねと、うん、ロシアの冬の間の都市空襲は失敗に終わったよねというのが、まあ、あのこのメッセージの一番大きいところなんじゃないかと思います、ね、そうですか。そしてこのウクライナ、そしてロシアのですね、ある世論調査の数字をちょっと比べてみました。これを見てじゃあ今後ちょっと占ってみたいと思います。若林さん、はい、ウクライナのレーティングラボとロシアのレバダセンターが調べた世論調査見ていきます。それぞれ質問の仕方は違いますが、どちらが勝利するかについて自国が勝つと思っているのがウクライナが 95%、